これより会議を開きます。第183回国会内閣提出安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は本案審査のため参考人として立命館大学客員教授三宅邦彦君、 NPO 国際地政学研究所理事長柳沢教授君、双日総合研究所上席客員研究員永岩俊道君、慶応義塾大学法学部教授細谷雄一君、以上の4名の方々にご出席をいただいております。この際参考人各位の皆さん方に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご対応のところ本会委員会にご出席をいただきまして心からありがとうございます。参考人各位にはそれぞれの立場から忌憚のないご意見をお述べいただきましてよろしくお願い申し上げます。議事の順序につきましてご説明を申し上げます。まず参考人からお一人15分程度でご意見をお述べいただき、その後委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。なお念のために申し上げますけれども、ご発言の際はその都度委員長の許可を受けることとなっております。また衆議院規則の規定により参考人は委員に対して質疑することはできないことになっておりますので、あらかじめご了承をいただきたいと思います。それではまず三宅参考人にお願いをいたします。三宅参考人。おはようございます。三宅邦彦でございます。本日は NSC の設置法につきまして、私の立場からお話を差し上げます。個人の立場として、個人的には非常に、いい法案ができたと思っておりますが、この内容それから意義についてはもう過去すでに委員会でもいろいろ議論をされておりますおられますので、私はそれを繰り返すことなくですね、私の個人の立場でどのように感じているか、そしてどのような問題点があり得るかということを15分程度でお話しさせていただきます。まず必要性なんですけれども、どこまで喋っていいかは分かりませんが、私が少なくとも1998年に日米安保条約課長であった頃の話と、それから現在この法案ができた後のことを考えるとですね、やっぱり覚醒の感があると私は思っております。昔はこんなこと言っていいのか本当に分かりませんが、信じられないことが起きていて、防衛省は防衛省で政策を作る、外務省は外務省で政策を作る、防衛外交、もしくは安全保障問題ですね、それについて個別に総理官房長官に挙げていくケースが、もちろん一緒になったこともありますけれども、バラバラのケースが多かった。それはそれはそれでいいのかもしれませんけど、大きな問題点があります。それはもし話の内容が同じであればですね、どっちか不要でございます。時間もったいないですから。もし両者が違えばですね、これ大問題であります。つまり防衛政策それから外交政策というものが事前にちゃんと連絡を取って連携をする、その上で総理に一本化してあげていくということがですね、実は必ずしも十分確保されていなかったわけであります。現在東アジア地域ではですね、巨大なパワーシフトが起きております。で、我々はこのパワーシフトを生き延びなきゃいけないわけであります。冷戦時代は確かに不安定な時期だったかもしれません。今に比べればはるかに安定しておりました。しかし最近はですね、特にそうですけれども、不測の事態がいつ起きるかわからないような状態に、昔のようにのんびりとですね、バラバラに省庁が官邸に入ってきてはそれを総理官房長官にご説明し、そして了承を得るというような時代ではもうないんじゃないかと私は思います。その意味でもしこの法案ができるということになればですね、おそらく日本で初めて、制度的にですね、外交政策そして防衛政策の重要なものについて、つまり国家安全保障問題について重要と思われる事項について、初めて組織的に、連携調整が行われた形で
政治レベルの意思決定ができるシステムが出来上がるという、これは本当に一昔前であれば信じられないことが起きようとしている。これは非常に重要なことだと思っています。特にここで、ご指摘申し上げたいのは、常駐のスタッフができるということであります。今まではどちらかというと、何か事件が起きる、そしてその対応をその場で考える、十分な事前の準備もしないまま、もしくはしていても必ずしも関係省庁と連携を取らないままに事態が起きていく。しかしながら現在は常駐スタッフが出来上がりそうであります。それが定期的な議論をし、そしてあらかじめいくつかの政策オプションというものを考え、そして場合によってはリハーサルもして準備をしておく。これは極めて重要なことで、なぜ重要かというと、決定が早くなるからであります。もちろん何時間も何十時間も何日もかけて決定することはいずれ今のシステムでもできるでしょう。しかし何十時間も待ってくれないのです。事態というのは本当に時間がないのであります。私も幸い現役でありましたときに、そういう事態には必ずしも遭遇いたしませんでしたが、私はアラビア語でありまして、中東のことはある程度知っております。中東の地域のことがもし同じようなことが日本で起きたとしたら、そんなに時間はないのです。場合によっては数時間で、そしてもしミサイルが飛んでくれば10分で物事を決めなきゃいけないわけであります。その時に今のシステムで本当に決められるんだろうか、実は非常に不安がありました。それをおそらく今回の法案が通ることによって相当程度改善されることが期待されるわけであります。やはり迅速な決定をして、そして機動性を持った政策決定をする、これがですね、私は重要だと思います。この NSC もしくはこれに似たようなシステムというのは主要国どこも持っております。むしろ逆に日本だけがないのであります。このようなことが、やはり続くということはもう考えられない。特に最近の東アジアの情勢に鑑みればですね、こういうシステムが必要である、当然であろうと思います。これに反対される方がいらっしゃるとは私は個人的には思っておりません。もちろん内容的にいろいろご意見がある方はあると思います。私もいくつか注意しなければいけないと思う点がありますので、それを少しご紹介したいと思います。まず最初にですね、屋上屋を貸すのではないかという議論があります。私はですね、屋上屋というのは屋根の上に屋根を建てることでございますが、もともと屋根が一つないのであります。屋根のないところに屋上屋は貸せないのであります。今は危機管理について屋根があります。しかし国家安全保障問題については屋根がないのです。屋根がないから各省庁が直接上に上がっていくと、そこで連携ができないわけでありますから、屋上屋を貸すのではなくてもう一つの屋根を作るのであります。それを屋上屋というふうな形で表現するのは私は違和感がございます。しかし当然のことながらNSC がもしできた場合に、危機管理官との関係、もしくは危機管理の活動との関係というのが、当然問題になると思います。この件についても私も十分考えておりますが、今回提出された法案を見ておりますと、そこそこのバランスの取れた解決をされているなという気がいたします。その理由は、すべての世の中の事象というのは、すべてを危機管理官が処理できるわけでもありません。それから同時に、すべてを NSC の局長が処理できるわけではありません。危機管理と国家安全保障問題というのは、同一ではありません。例えば例を一つ差し上げましょう。この間1月でありますが、アルジェリアにおいてですね、邦人保護の案件で、多くの企業戦士の方が亡くなった、尊い命を失われた。これは邦人保護の世界でございます。これは基本的に、問題が生じ、損害が生じ、その損害をどのようにして最小限に食い止めるか、もしくは事前に
予防するかも含めて、これは危機管理の問題だと思っています。危機管理、すなわち一種のダメージコントロールと言い方がいいかどうか分かりませんけれども、そのような形で専門の部署を置いて、そして24時間対応できる職人芸の世界、これが私の考える危機管理でございます。それに対して国家安全保障問題というのは、政策の企画、立案、実行であります。もちろん NSC の局長もしくは事務局というのは、あくまで総理の諮問機関ということではございましょうが、実質的には先ほど申し上げたように関係省庁の政策というものを連携を取った上で総理に挙げる機能でありますから、そこは政策のを作る、そして実行する。この NSC とそれから危機管理のというのはですね、実は相互排他的なものではありません。場合によっては両方同じことが問題がですね、同じ時に起きることがあり得ます。例えば先ほどはアルジェリアの例を差し上げましたけれども、例えば、湾岸戦争なんかはこれは国家安全保障問題だと思います。じゃあ例えば朝鮮半島で何か起きたとしましょう。その時にはもし有事の動きになった場合には、これは当然国家安全保障問題になりますけれども、同時に例えばソウルに何万人もの日本の方がおられる、この方々の避難もしくは帰国等の問題、これは危機管理として処理をできると思います。すなわち危機管理官とそれから国家安全保障局長というのは、それは相互乗り入れが可能な協力し合う関係になるべきだと思っております。その意味で今回書かれております法案にはですね、そこまで詳しくは書いておられませんけれども、そのような意図が感じられており、これは両者をうまくバランスを取ったいいシステムであろうと私は思っております。この相互乗り入れをし、相互でまあもちろん独立して並立しながらも協力し合う、こういうシステムがですね、出来上がることを私は望んでおります。3番目によく言われますのは、情報の集約という言葉でございます。情報につきましても実はいろいろ誤解がございまして、 NSC というのは決して情報機関ではないのです。情報機関というのは、種々雑多な情報を集め、そしてそれをプロによって分析し、そして最終的にこれなら正しいだろうというプロダクトを作る作業であります。その情報機関の作業というのは実は政策立案ではございません。政策立案を支援する役割はあっても、決して情報機関は政策を提言するものではございません。それに対して NSC というのは政策を作る場でございます。したがって NSC が政策を、もしくは新しい国際情勢に対応するために、新しい政策を作るために当然必要な情報というものを情報機関もしくは関係省庁から入手して、それを消費するというのが NSC でと思います。従いまして NSC ができたから情報が集約されるとか、そういう議論ではなくてですね、やはり政策を語る NSC と、ただ政策を語らない、しかしそれを支援する情報機関という、このデマケーションといいますか、住み分け、これが必要だと思っております。そういうふうな形で NSC を見ていけば、必ずしも今のシステムがおかしくなるということはないと思っておりますので、このような形で進めていっていいんではないかと思います。特にもし、もう少しお時間をいただければ、実際にどのような形で情報が使われるかということを再現したいと思います。例えば私はもし NSC にいるとします。そして私は中東屋ですから、中東ので何か事件が起きるとします。これはもう一刻を争う話になりますので、当然のことながら情報機関から情報は直接、間接に、担当課のところに参ります。それをうまく使いながら実際にやるのは政策の立案そして実行でございます。このやはり接点にいるのが担当官でございますから、その担当官が使いやすい、仕事をしやすい、そして短時間の間にできるだけ多くの情報を処理しながら、間違いのない政策立案ができるようにシステムが作られていけばいいなというふうに思いました。そして最後でありますが、この NSC もしくは国家安全保障会議について、誰がそれを代表するのかという議論もあり得るわけであります。これも昨日
過去数日間いろいろ議論をされておると思います。私の意見だけ申し上げて、お話を示させていただきたいと思いますが、確かに NSC というのは日本のこの法案であれば、事務局がありその上に局長がいて、それは内閣官房に置かれます。他方それとは別に総理補佐官が専任で置かれるということでございましょう。機能について申し上げれば、総理補佐官はまさに総理を補佐する、助言する立場であられると思います。それに対して、諮問機関ではありますけれども、NSC の局長というのはラインに入っておられるということでありましょう。そういうことであれば、基本的にはやはりラインにいる国家安全保障局局長が諸外国のNSC の例えば補佐官であるとか、もしくはその種のトップとですね、連絡を取り合うというのが普通であろうと思っております。ただしそれは総理補佐官が何もしないでいいということでは必ずしもなくて、そこは総理の補佐をする一環として NSC の局長とも連携を取りながら分業をするということは十分考えられると思います。最後になりましたけれども、この法案ができること、私にとっては、日米安保を10年やらせていただきましたけれども、覚醒の感のある極めて重要な法案であると同時に、これは間違いなく日本がこれから10年20年東アジアで起きているパワーシフトをですね、生き延びるために絶対必要なシステムの一部だと思っております。これだけで、もちろん日本が強力な国になるとは思いません。これに、秘密保護、それから国家戦略を作る、いろいろなことの、組み合わせでですね、日本が生き残る術をですね、整備していくことが必要だと思っております。時間となりましたので、私のお話はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。次に柳沢参考人にお願いをいたします。はい、柳沢君、参考人。おはようございます。私は、もう退職させていただいて4年になりますが、防衛省は当時防衛庁でございましたけど、防衛庁で運用局長とか情報本部の仕事もさせていただき、あるいは官邸で5年半近く安全保障危機管理の担当をやらせていただきました。今日は当時の上司も何人かお見えになっておりますけれども、その私のその実務的な経験を踏まえて、この法案についての私の若干のコメントを述べさせていただきたいと思っております。まず危機対応ということに関して言いますと、私も官邸におりますときに北朝鮮の核実験ミサイル発射の問題、あるいは当時イラクに自衛隊がおりましたから、イラクの治安情勢の悪化の中でいろんな事件が起きておりまして、そういったことへの対応に追われる毎日でございました。ただ緊急事態の対処についてはかなり私が行った時代には基本的には、各省の緊急参集チームの制度でありますとか、緊急閣僚会議の訓練もやっていただいたこともありますし、かなり整備されていた状況だったと思います。で、一つのポイントは情報集約でございますが、これも私は基本的に情報屋をやらせていただいた経験から言いますと、情報というのは横着して待ってても来るものではないのでありますから、内閣情報会議の下部機関でございます合同情報会議を頻繁に事務副長官の下で開催しておりましたし、そこで各省の局長や内閣情報調査室とも絶えず意見交換もしておりましたし、またいろんな事態があるたんびに、こちらから言わなくても内調の方からこういう情報があるよというようなことを言っていただくとか、非常にそこの関係はスムーズにいっていたなというふうに思っております。で、問題はやはりそこで政策側の人間と情報側の人間が
問題意識をしっかり共有できていること、信頼関係があることが一番のポイントだろうと思っておりました。で、そういう危機というのはなぜ危機かといいますと、基本的には情報が不足しているから危機なんだと私は思います。で、特に情報が足りないだけじゃなくて矛盾した情報が入ってくる、ということも実際に経験したことがございます。で、これはもうそのどんな情報機関が頑張っても避けられない宿命とも言えるわけでありまして、で、そういう中で、情報のせいにはできません。私自身の対応の、まずさもあって失敗した例もいくつか正直ございました。ただそれはその都度その原因を分析して、次に同じような失敗が起こらないような改善は、措置は取られて、これたのではないかというふうに思っております。やはりもちろん制度を作っていくということも私は別にそのこと自体に反対するものではございませんけれど、やはりその制度の本質というのは、その制度そのものをというよりは、いかにそういった、情報がきちんと伝わり、そして、判断が、これは難しいことですが、判断ができるだけ的確になされるような、そういう人材を育て、お互いのその信頼関係を、そこをなんていうんでしょうか、文化の問題として制度化していくというのか、形をそのなんていうんでしょうか、法律上の制度以上にそういった運用面での慣習のようなものを構築していくことが極めて重要なんだろうと。そして、情報が不足する中でありますから、いつも言われておりましたのは、最悪のことを想定しながら楽観的に行動するという、そういう姿勢で、総理を補佐もう完全にできたという自信は全くございませんが、そういうことを心がけながらやらせてきていただいたと思っております。で、安保会議が形骸化しているということをよく言われます。これは大きな場でほとんど閣議とメンバーが変わらないところですから、そこで、改めて議論が百出するようでは、その事前の我々がちゃんと仕事してないということなので、そういうことはなかったんですが、しかしそれで形骸化しているとも必ずしも思っておりませんでした。結構いろんなご意見を出される閣僚もいらっしゃいました。活発な意見表明もあったと思います。また案件によりましては、官房長官を中心にして外務防衛の三閣僚の協議というのも、これは頻繁に行っておりました。したがってその制度がなかったためにその対応が遅れたということは、私の経験する限りではそういう問題ではなかったというふうに思っております。ただそうは言っても全て良かったかというと、私振り返ってみまして、危機管理内閣安全保障危機管理担当副長官補のもとに、相当数の今どのくらいでしょうか、200人ぐらいのスタッフがいると思いますが、これは情報セキュリティも含めてほとんどが危機対象あるいは初動対象要員でございまして、実は政策立案のスタッフというのはほとんどいなかったんでございます。そういうところが私も、不足しているなということを絶えず考えておりました。で、中長期的な政策の問題については、もういろいろ案件ごとの当時も自民公明の連立与党でございましたから、政調会長にお願いして与党のプロジェクトチームを作っていただく、そこでの議論でありますとか、あるいは防衛計画大綱を作るときの有識者懇のようなアドホックな外部の専門家の方の議論の場を通じて政策を詰めていくというような、そういうことが、できていたにとどまっているんだろうと思います。で、この法案というか、この傾向として、この法律がなくても私は運用でそういうことをやっていく趨勢にあると思いますけれども、先ほど三宅さんのご意見にもありましたが、屋上屋というのは、これはまあ確かに屋上屋でないかもしれないが、しかしその制度論、あくまで制度論として言えば、各省設置法がそのまま残っているわけですから、これは将来、官邸がそういうところまで吸い上げて自分でやっていくということになれば、
そこの、まあ、私もあの官邸で仕事する中で一番大変だったのは、各省の抵抗排除でございましたので、そういうところをやがては大きなあのもう一段 の, その法的、まあ、制度的なあの手当が必要になってくるというかしていただけるとありがたいなという感じがいたします。それからその、まあ、私が副長官補の時にあの NSC 法案は出したんですが、次 の, あの政権に変わります次の総理に変わりました時に一度引っ込めてしまったことがございました。でこれはあのやはり当時の私どもの感覚、まあ、それは当時の総理官房長官も含めてでございましたが、なかなかこういう形で一つの形で決め打ちしてしまうのがどうなんだろうなという感覚があったことも事実でございまして、確かに総理を補佐する機構が充実することは必要だというのは皆さん共通した意見でございました。ただそれをじゃあその総理も出席した4大臣会合という形でやるかということで見れば、あの、まあ、例えば小泉総理の時は、官房長官と外務防衛の三閣僚が何度も協議をして、その結論を総理のところに持っていって、総理はどっちかというとそのプレイヤーというよりはアンパイアとして、いいところは取るというそういう姿勢で、おられた、まあ、そういうやり方をお好みになる総理もいらっしゃるんだろうと思います。ですから、まあ、ここはいずれにしても運用の問題ではありますけれども、 あまりガチガチの運用というよりは、柔軟性を持った運用をしていかなければいけないのではないかという感じがしております。で、あの、まあ、以上はあのどちらかというと、あの技術的な実務的な観点のお話でございますが、さらにあのもう少し私が考える本質的な要素について若干コメントしたいと思いますが、まあ、今回の 法案の私は一番本質的な要素は何かといえば、あの各省に対するその情報提供というか資料の提供を義務付けているところにあるんだろうと思っております。ただこれはあの、まあ、皆さん情報の専門家はそうお考えだと思いますが、義務付けしただけで終わりではない、義務付けすれば良質な情報が上がるという関係にはないということを心得ておく必要があるだろうということだと思います。で本来その、まあ、政策と情報というのは緊張関係があるのが本来の姿であろうと思うんですね。というのは情報というのは基本的に客観的な事実に基づいて客観的な分析をすべきであるんですけれども、じゃあそういった情報分析の結論がその時の総理あるいは政権が目指している政策と合っているかどうかということは必ずしもその保証をされてない。で、そこのところにまた情報の結論が左右されてはいけないんだろうと思います。で、一方でそのやはりどっちが上かといえばそれは政策が上、政策に奉仕するために情報があるんであってその逆ではないわけでありますから、そのことに重きを置いてしまうと、政策決定者がある政策目的のために必要な情報を、まあ、このその資料提出義務でもって求めた場合になかなかその意に反する情報を上げるっていうのは人間のやることですから、これもちょっと難しいこともあるんだろうと思います。まあ、そういったことを気をつけませんと、例えば、まあ、これは的確な例かどうか分かりませんが、イラク戦争の前提となった大量破壊兵器の存在に関する情報、これは私も間違えておりましたが、当時みんなが間違えておった。これはやっぱり政策決定者の方向性に情報サイドが引っ張られた側面が一つあるんだろうと、そういうことにならないように気をつけていかなければならないというのが最大の教訓だろうというふうに思っております。でもう一つもう一つこのそれに派生して出てくる問題でありますが、結局その、その情報をその、まあ、一種の義務として情報を提出させるとすると、まあ、私どもも実務者としていつも迷っておったのは本当にどこまでここまで情報を上げていいんだろうかってなことはいつも悩みでございましたが、やはりそれは情報を受け取った側にしっかり守秘義務が
ないと不安だということも間違いないので、そこはちょうど秘密保護とその情報提供義務というのは表裏一体の関係になってくるんだろうというふうに思います。ただそうなりますと、先ほどのようなその情報提供が義務化されるということによって政策が情報に勝ってしまうのことが上下関仮にそれが上下関係として認識されてしまって、でそれをその命じた少人数の閣僚の協議によって実質的な方向性が決まってしまうという、こういう関係が固定化されてくるということになると、でそういう場合にその情報の中には当然その国の安全上を取得すべきものが含まれているわけでありますから、そうするとそれを理由にしてその政策決定のプロセスが一切公表されないということになってくる恐れがあるということを指摘しなければいけないと思います。でこれは私自身実はその官邸におりますときもやろうとして人手不足もあってできなかったことであるんですけれど、いろんな危機管理の事案などについて年次報告書的なものを作って、どう扱うかは別としましてね、それをその後世の検証に耐えるような形で蓄積していく、それによって、政府自身が賢くなっていくということ、そういうプロセスがぜひ必要ではないかと思って、おりました。せっかく今回60名ほどのスタッフを新設するということであれば、ぜひそうした定例的な国会に対してでもよろしゅうございますし、あるいは別の形でも結構でございますが、その危機管理の事案あるいは政策決定に関して議論されたことの概要、そういったものを定例的に公表していく、そういうことをぜひお考えいただきたいと思います。それがその政権自身が間違いより間違いの少ないものになっていくことと同時に、主権者たる国民がそのより賢い政府を求める権利はあると思いますので、そういうことにも奉仕していく。でともすれば何が秘密かということはややその神学論争的なものにもなりがちなんでありますが、そういうツールを使ってじゃあその報告でもってどこまで説明ができるんだろうかと、その説明のために必要な範囲のことは特定秘密ではないだろうという、そういう相場感が与野党もメディアもの間にも共通認識として出来上がっていく、そういうことにも役立っていくのではないかというふうに思っております。可能であればこれ私自身も現役の時にやり残した仕事であるとも認識しておりますが、そういったことについてもご配慮いただければ全体としていい方向に運用ができるのではないかということを考えております。以上でございます。ありがとうございました。次に長岩参考人にお願いいたします。長岩参考人。おはようございます。おはようございます。航空自衛隊 OB の長岩であります。本日は自衛隊の作戦運用の現場および、司令部活動におきまして司令官として、司令その統制を実施した指揮を実施した経験からですね、具体的な話でお話ししたいと思います。でもちろん、お話は、私自身 NSC の立ち上げの議論につきましては大賛成でありまして、待ちに待った法案ができたな。ただし確認いたしますと、いろいろまだ具体的な課題があるだろうな、将来に対してどう状況変化に適応する形でテーラーメイドにしていくかということに関してですね、ビジョンが必要だなというふうに感じているところであります。経歴としましてはですね、 F4 ファントム F15 戦闘機に乗りまして、飛行時間4000時間、冷戦時代のですね、大量侵任務に、ついておりました。平成15年には西部航空方面隊ということで、東経135度以西、北緯30度以北のですね、防空任務を担任しておりました。それ以降、18年からは、航空支援集団司令官ということで、航空総隊を支援する役割を負っていましたが、当時、イラク復興支援でございましたので、クウェートのアリ・アレサルム空軍基地に430の部隊を派遣しておりましたし、カタールの
法に慶応コンバインドエアオペレーションセンターというところに連絡要員現地指揮官を派遣してそれを、府中の航空自衛隊司令部から指揮統制しておりました。また選手団司令官はですね、邦人輸送に関わる統合任務部隊指揮官でありまして、例えば朝鮮半島が不安定になる、その時にいかに邦人を救出するか、後方輸送するかという、その任務でのですね、司令官としてアサインされておりましたが、その当時計画立案具体的な演習といった、もろもろのことにですね、携わっておりました。昭和51年9月6日、私は千歳基地でアラートハンガーでですね、スクランブル待機をしておりました。で、不意突然の目標の出現にスクランブルで上がって、ベレンコ中尉の乗るミグ25を発見することができませんで、それで、やむなく千歳に帰ったんですが、その当時は、なんて言いますか、事態というのは不意突然に、思いもしないマグニチュードのことが、思いもしないところに発生するものでありまして、現場は相当混乱しますし、情報ももちろん、全くいろんな、その状況を掌握もできない状態でございましたので、現場はもちろんですが、中央の方に至ってもですね、同じように情報錯綜し、基本的にはその上から下までですね、しっかりした意思のもとにマネージされたか、危機管理がされたかというと、今考えますと非常にお寒い状態だったなというふうに認識しているところであります。戦闘機乗りはですね、上空で何を一番生き残りのために関心を持って行動するかといいますと、英語で誠に申し上げませんが SA を取るといいます。 SA というのはですね、シチュエーショナルアウェアネス、状況掌握であります。それはもちろん自分の担当正面だけではありませんで、後方もあるいはいろんな計画改正組織から来る情報も合わせましてですね、深刻に状況判断 SA を取ります。 SA が優位になりますと基本的にその勝利、その構成につきましてはですね、勝利が見えてくるということであります。多分 NSC もですね、いかに SA を取るか、情報掌握をするかというのに課題があり、そして上空のパイロットも一緒ですが、いかに決心するか、非常に錯綜した中で、決心するまでのリードタイムが少ない中でいかに決心するかというのが問われるわけでありまして、それは全く NSC も一緒なんだろうなという感じがするところであります。次の論点ですが、さて NSC は作れば屋根をつければ、宮城先生おっしゃいましたが、なかった屋根を作ればそれで OK か、危機管理は大丈夫かということでありますが、それは全くそういったことはないというふうに思います。最近中国の軍事力台頭も非常に厳しいところでありますが、私は数年前に大連に行っていろいろ意見交換する機会がありまして、その際ですね、大連空港に降りるファイナルレグ、最終着陸経路の真下でですね、そこに大連港があるんですけれども、そこでワリアーグの工事をしておりました。国家的な秘密であればですね、まさかそんなに目につくところで建造なんかするとは思いませんが、その時ですね、着々と建造しておりました。中国に言わせるとですね、空母は大国であれば持つべきものというふうに言っておりますので、どうもそれは中国人のナショナリズムを満足させる類のものなのかな。実際今遼寧という名前に変えまして実運用に向けて着々と整備が進んでいますが、それを見ますとですね、空母だけで役割をなそうとしている。アメリカ軍に合わせますと格好のいい目標であると、中国本土にいるハイバリューアセットですね、戦闘機等が、非常に多数、艦上に乗りまして海に単艦で出てくる状況でございますから、そうしますとそれは非常に楽な作戦になるということでありますが、
NSC も一緒でございまして、 NSC さえ作ればいいかというと決してそうではないわけでありまして、それに関わる、もろもろの体制の整えというのが全般的にデザインされて初めて機能するんだろうなというふうに私は思うところであります。NSC は情報の要求を出すところであり、情報のエンドユーザーであります。ですからそういった観点でしますと、まさに情報をどういった形で周辺体制を整えるか、デザインするか、まさに私は多分アメリカと同じようにですね、中央国家の情報組織 CIA のようなですね、体制をいずれ作らなければいけないんだろうなというふうに考えているところであります。集約した情報が一体管理されて、そして、その状況に合わせた形でご意思判断決心できますような形に十分提供されないと役割をなさないというふうに考えるところであります。ただしですね、総理がいつもおっしゃいますが、今そこにある危機、非常に昔と違いまして状況が厳しくなっておりまして、明日にでもですね、アドホックにでも、それらの脅威危機に対して答えを準備しなければいけないというふうに思うわけでありますが、まあ、その言葉で適当なのがありますが、それは海より始めよう、まず海より始めよう、それでだんだん状況変化に適合させていく、アレンジしていく、テーラーメイドにするという形でやればですね、明日いずれ危機が至っても、明後日至ってもですね、いいその時の状況に合わせた答えが出るんじゃないかなというふうに思っているところであります。それから実は、NSC はことが起こったらそれに対処するシステム、センターではありません。将来のことを予測して準備しておくという組織なんですね、私自身考えますのは。というのは、私ですね、以前MIT の方であるクライシスマネジメントに関連するシミュレーションに出たことがあります。 MIT のリチャード・サミュエル教授がジャパンプログラムということで、日本を中心とした周辺諸国を対象として10年後20年後にどういったクライシスが発生するだろうかという、検討をし、そしてジャパンチーム、中国チーム、その他アメリカチーム等々ですね、の専門家、キャリアの外交官、大学教授、軍人、政治家も含めてですね、そういったスタッフを含めて非常に真剣な議論をしてましたが、まさに、我々がまさかこんなことは起こらないだろうといった類のことを考え出しまして、つまり中国の台頭、インドの台頭、ロシアのリバイバル、アメリカの相対的な体調、そういった環境の中で日本周辺に、不測の事態が発生する。実はそれは極めて戦略的な議論のもとに、もうすでにそれは、ちゃんとテーラーメイドの答えがある中を適応させるやり方でやらないと、まずもって混乱するんだろうというようなことですね。そういったことをテーマに準備したあるいは議論したことがありますが、多分もうそういったことでないと次なる時代のまた危機はとんでもないところに、とんでもないことが、過去の財産にないものが起こるのが事態であるというふうに認識しますので、どうしてもそういった形で事前の準備が必要であろうなというふうに思うところであります。その観点で申し上げますと、アメリカの NSC は、1947年トルマン大統領の時代から作られてからですね、今のオバマ大統領まで、まあ、実に状況変化に合わせてですね、姿を変えてテーラーメイドにしております。まあ、大統領の関心、重要事項というのもありましょうが、基本的にはいかにその状況に適合するかということに関して体制を変えることには何ら抵抗を感じてないふりですから、 NSC を作ったからこれで全部答えが出せるわけではありませんので、もう作ったら来年は多分いろんな、そのアドホックなですね、体制整備というのが必ずや必要になるだろうなというふうに思うところであります。当時、オバマ大統領になったときにですね、議論されましたのが、大統領に対する意見具申を明確にする、
長期的戦略的視点から米国の国益にかなった政策判断をする、恣意的な情報操作を排除する、 NSC の、所掌範囲を限定せず現下の複雑多岐の状況に適応できる柔軟な、機構構成にする、メンバーは特定せず事態状況に臨機に参集できるようにする、 NSC の、所掌範囲を、再生するとともに、省庁間の連携を強化する等々ですね、過去おのおののことはそれまでにちゃんときっとなされていたんじゃないかと思いますが、オバマ大統領は自分の代に代わりましてまだまだ課題ありということでテーラーメイドにしたということであります。それから最後になりますが、実は世論戦ですかね、メディア戦、お隣は参戦3タイプオブウォーということで、世論戦、法律戦、心理戦、中でもですね世論戦は極めて得意でありますが、まずもって私は作戦現場運用の現場で最前線で行動しておりまして、いざ場合によって不意の衝突がここであった場合にいかにその状況を中央にしっかり正しく伝え、取られた情報についてはできるだけ速やかに迅速に提供するかということについて不審しておりましたが、多分ですね、時間のディレイもありましょうし正確な情報掌握は多分非常に難しい、巨岩から数百マイルも離れたところで行動しておりますから、正しい情報の迅速な伝達というのは難しかろうと思いますが、大事なのは、基本的には最前線の対処する、航空自衛官、海上自衛官、陸上自衛官あるいは海上保安庁、警察等の隊員たちが、国内法、国際法に基づいてですね、きちっと対応しているというのが、我が自衛隊あるいはその他の機関等のですね、今の現状の能力、実力だというふうに思っていますが、それをいかにメディア、あるいは政府からですね、あるいは次なる NSC から、日本は国内法、国際法にのっとって正しい対応をした上でのこういった事態だということを説明して、世界にですね、日本を応援するグループを早く確保すればするほど、日本の国益にかなう、政策といいますか、あるいは実行力という形になろうと思いますから、これについてはどうしても、迅速に判断する必要があると思いますが、私の過去の経験からしますと、例えば日本海にロシアの TU-16 が墜落したことがありましたが、その際に、日本側でやった状況掌握はまず戦闘機を介して降りた航空機の残弾を確認するという行為をしましたが、まずもって現場は相当混乱した経験があります。いずれそういった意味での世論戦についてですね、具体的に体制をしっかり整えるというのが日本の国益にかなう、あるいは NSC を作った上での一つの大事な要素であろうというふうに認識するところであります。本日の報告は以上で終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは次に補正屋参考人にお願いをいたします。補正屋参考人。貴重なお時間をいただきまして大変ありがとうございます。今まで3人の参考人の先生方、非常に貴重なご自身の実務的な観点、ご経験から重厚な有意義なお話をいただいたと思います。私はやや異なる観点から外交史を研究する立場、あるいはイギリスの安全保障政策、防衛政策を研究する立場から、今このような形で NSC を日本で作ろうとしているということがどれだけ重要なことであって、また意義深いことであるかということをお話ししたいというふうに考えております。外交史の研究を振り返ってみますと、実は我々日本の歴史を振り返るときに非常に大きな誤解をしていたというふうに認識しております。これどういうことかと申しますと、近年膨大な資料が公開されて多くの優れた研究が生み出されてきましたが、戦前の日本の政治における根本的な問題点は
軍部の独裁ではない、そうではなくてむしろあまりにも首相あるいは首相官邸が権力がなさすぎたことによって組織間の対立があまりにも激しかったことによってどれだけそのことが国益を損ねてきたのか、そのようなことが近年の研究からは明らかになっております。資料を配布させていただきまして、例えば、静岡県立大学の森山敦先生が日本はなぜ開戦に踏み切ったのか、膨大な軍の資料を用いてあるいは外務省の資料を用いて書かれた5本の中で、次のように書かれております。日本の意思決定システムは船頭を多くして船山に登る状態だった。何か有効な解決策を実行しようとしても誰かが強硬に反対すれば決定できない、まさに独裁政治の対極であった。結局組織的利害を国家的利害に優先させ、国家的な立場から利害得失を計算することができない体制が対米戦という危険な選択肢を浮上させたのである。つまりは組織間の対立、そしてそれぞれの組織が首相あるいは大臣に重要な情報をあげない、そしてそれぞれの大臣の間で問題の認識が共有されない、そういった中で日本は繰り返し道を誤ってきたわけでございます。つまりはあまりにも首相に権力がない、情報が集まらない、そして省庁間の調整がなされていないことがこれまで日本の歴史で多くの利害を損ねてきたのだとすれば、今必要なことはその逆である。まさに首相官邸に機能を強化し権力を集中させ、そして情報を集めるシステムを作る。そうでなければ再び日本は同じような省庁間対立から国民の生命や安全を損ね、そして重要な日本の国益というものを損ねてしまうことになるわけであります。つまり明治時代以来の日本政治における根本的な問題、そして病理というもの、それに対して今ここにいらっしゃる委員会の先生方がそれを乗り越えてまさに新しい一歩を踏み出そうとしていらっしゃると、これは偉大なことであって、また誇りにするべきことであって、日本の政治の長い歴史の中でも大変素晴らしい瞬間である。ぜひそのことをご理解いただきたいということを外交史の観点から申し上げたいと思っております。また私の専門であるイギリスの防衛政策、従来はアメリカのような大統領制だからこそそのスタッフ機能として NSC が必要であったということは言われておりました。しかしながら日本が模範としてきた議員内閣制のイギリスにおいて2010年の5月12日に NSC が作られました。なぜイギリスで NSC が作られたのか、どのような経緯からそれが必要と思われたのか、そしてそれが設立してから3年間の間にこれが非常にうまく機能しています。そしてリビアの空爆の問題やシリアの問題をめぐって閣僚間の調整等々をめぐって非常にうまくこの NSC というものを通じてさまざまな議論が深められて政府として統一的な見解が作られているわけでございます。なぜ議員内閣制のイギリスでこの NSC が必要と考えられたのか、そしてなぜイギリスでそのような政治体制の下でうまくいっているのかということをまた後ほど少しばかりお話をさせていただきたいと思っております。その NSC の意義、つまり最初に申し上げました日本においてリーダーシップというものが十分に機能しないことがあった、それは首相大臣個人の問題というよりも制度的な問題であるということですね。その制度というものを改めなければこの問題、根源的な問題というものを解決できない、この点についてまず冒頭に3点問題意識を申し上げさせていただきまして、その後に留意すべき点を4点お話をさせていただきたいと思います。1点目は先ほど申し上げたリーダーシップの不在というものが制度的な問題に根ざしているということでございます。この問題を解決しなければ省庁間の対立というものが繰り返し日本の国益を損ねるということになるわけです。とりわけ近年の安全保障上の脅威というものが、これは民主党政権下における尖閣沖の漁船衝突事件、あるいは東日本大震災もそうですが、これら多くの問題が複数の省庁にまたがる、そして非常に短い時間で決断をしなければいけない難しい問題であった、複合的な問題であったということでございます。そしてそれが私個人の認識としましては、首相あるいは大臣あるいは議員の方々個人の問題というよりもそもそも制度的な欠陥
からそれらの問題というものが十分に効率的に対応できなかった。そしてこれからは同じような問題を繰り返してはいけない。ぜひここで制度的な問題というものを克服して、そしてこのような複合的な非常に大きな安全保障上の問題に接したときに政府として効率的に対応していただきたいというのが1点目でございます。そして2点目が、近年の世界の潮流としまして、とりわけ先進国においていわゆる中央執政府、これは政治学の用語でコアエグゼクティブと呼んでますが、これが機能強化されているということが世界の趨勢でございます。これは先ほど申し上げたイギリスにおける NSC というものの設立も同様でございますが、世界的に先進国の間で中央執政府が強化されている。そしてこの中央執政府、例えばアメリカであれば大統領府、そしてイギリスであれば首相官邸、その首脳間の連携というものが、まあ、サミットの回数が増えているということも含めてより一層重要になってきている。その中で日本だけがこの中央執政府に NSC を持たないということによって、このネットワークですね、中央執政府のネットワーク、 NSC のネットワーク、日本が入れない。それによって日本にそれらの諸国が共有しているような情報が入ってこないということになる。この世界の潮流の中で日本が孤立してこのような NSC を作らないことによって、首相官邸で十分な情報を集中させて迅速な決定ができないとすれば、これは日本の国益を損ねることになってしまうということでございます。そして3点目が、先ほども少々触れさせていただきましたが、近年の日本を取り囲む問題がとりわけ複合的となり、多面的となり、そして大きな問題となっている。それは一つの省庁では解決できない。冷戦時代とは異なり、現在の脅威というものが非常に短い時間で迅速に対応しなければならない。そして複数省庁間の連携というものが従来にも増して必要になっている。しかしながら、この新しい脅威、新しい時代においてそれに対応する制度というものが今までは十分に整えられてこなかった。これらの3点からしても迅速に我々は NSC というものを樹立して、これらの問題というものを克服しなければいけないというふうに考えております。東京大学名誉教授の北岡伸一先生はご著書の中で次のように述べています。戦前の陸軍と海軍の対立など有名な例である。これは省庁間の対立ということですが、統合的な調整の必要なことは誰もが分かっていたが、ライバルの組織に譲ることだけは受け入れようとしなかったということですね。まあ、このような問題を解決するためにはやはり制度的な変更というものは不可欠だ。まあ、その上で続いて4点留意するべき点を申し上げたいと思います。まず1点目が、近年において超党派的な安全保障上の合意というものが必要となり、それが生まれつつあるということでございます。現在安倍政権の下で進めておりますこの NSC の設立の動きというもの、もともとは2007年に安倍第一次安倍政権で種をまいたわけですが、それを育てたのは実は民主党政権だったということでございます。すなわち平成22年度の防衛大綱ですね、この中で、民主党政権で、これはまあ閣議決定をされているわけでございますけど、この民主党政権の防衛大綱の中でも、首相官邸に国家安全保障に関し関係閣僚間の政策調整と内閣総理大臣への助言などを行う組織を設置するということが、これは民主党政権下で合意されていて、その合意した大臣の中には海江田万里民主党代表も入っているわけですね。つまりこの必要性ということは必ずしも今の安倍政権で突然生まれたわけではなくて、実は民主党政権においても多くの先生方閣僚の方々が認識していた問題であって、それに対してもまた取り組んでいたということでございます。また現場浩一郎外務大臣が外務大臣の際に NSC の重要性について、 NSC を作ることによって関係閣僚間の連携が一層促されるのであれば積極的に進めるべきでしょう、実はそのような場は意外なほど少ないのが現実です、そういう NSC であれば私は有益であると思います。つまりは先ほど私が申し上げた通り、明治時代以来続く日本の問題点、すなわち
組織間の利害対立、そして大臣間で情報が共有されない、認識が共有されないという問題は、これは戦前の陸軍と海軍の対立だけではなくて、実は現在においても大きく変わっていない、そのことをおそらく現場大臣はおっしゃっていた。それを議論する場が少ないということですね。イギリスにおける NSC の設立した大きな意義として、これはしばしば指摘されるのが、大臣の間でコミュニティの感覚が生まれつつある。つまりはそれ以前はそれぞれ下の組織から上がってきた省庁間、大臣の認識というものが毎週一定時間大臣間で緊密な協議をすることによって問題を共有し、閣僚の間で、とりわけ安全保障に関する重要閣僚の間で安全保障をめぐる認識が共有されている、このコミュニティが生まれつつある。そして、これは単に大臣官だけではございません。 NC を作り、政府の官僚の方々の間で、この組織を超えた組織文化、新しい組織文化が生まれるということですね。それぞれの出身の省庁に戻ったとしても問題を共有し、いわば政府一体となって、これは英語では The Whole of Government Approach と呼んでますが、そういったものが生まれる。これには時間がかかります。 NSC を作ったからといってすぐにそのような組織文化が生まれるとは思っておりません。数年あるいは数十年の時間が必要かもしれません。しかしながら今ここで新しい第一歩、勇気を出して一歩を踏み込むことによって、日本の政治に新しい組織文化を生み出して、そして長い時間一世紀を超えて日本の政治を蝕んできたこの深刻な組織間の利害対立というものを乗り越えるとすれば、それはここでいらっしゃる委員会の方々、先生方にとっては偉大な貢献であり、また第一歩だというふうに私は考えております。そしてそれが先ほど申し上げた通り、まさに党利党略を超えて、超党派的な合意として生まれつつあるということが重要な点というふうに考えてございます。2点目でございますが、人がいれば組織がなくてもうまくいくのではないかということは、私はこれは必ずしも当たらないというふうに考えております。というのは、常に大臣、総理大臣が有能な外交安保に精通した方々とは限らないということでございます。こちらの委員会にいらっしゃる先生方のように、防衛安全保障に精通した方々であれば、いつ大臣になっても総理になってもおそらくは連携を緊密に強化し、そして迅速な対応ができるかもしれません。しかしながら、さまざまな考慮から防衛大臣、外務大臣が外交防衛に精通している方々、経験が深い方々になるとは限りません。過去どういった方がそうではなかったかということは私は申し上げることはしませんが、しかしながら常にそういった方々がつくとは限らない。あるいは、例えば内閣の中で、内閣官房で副長官補、あるいはその下の方々の間で緊密な連携が取られるということがあるかもしれない。先ほど参考人でお話しいただいた柳沢さんのような優秀な方が副長官補でいれば、おそらく NSC がもしかしたら必要ないのかもしれない。しかしながら常にそういった方々がその重要なポストに就くとは限りません。したがって人に頼るのではなくて、どのような方が大臣あるいは内閣官房のポストに就いたとしても、緊密な協調チームワークが作れて、そして迅速な決定ができるということを制度として我々は作らなければいけない。これが2点目でございます。3点目でございますが、イギリスでなぜ、NSC というものが作られたのか。これは実はブレア政権の反省です。ブレア政権の下では内閣の制度を用いずに、プライベートなアドバイザーに依拠してブレアは重要な決定をしていきました。国家の名誉に関わる、あるいは国民の安全に関わる重要な問題が数人の私的なアドバイザーによって振り回されるということですね。このようなことがあってはならない。やはり制度的に、専門的な見地を持った優れた専門家の方々が NSC に60人あるいはそれ以上集まることによって、そのような数人のアドバイザーに振り回されて政策が混乱をすることがない、そういったことが今回のキャメロン政権では NSC を作る大きな動機となったわけでございます。そしてまさにキャメロン政権はそれを実践し、優れたアドバイザーに囲まれて、単なる数人のアドバイザーではなくて、あくまでも政府全体として、あるいはそれぞれの省庁の合意を得た上で重要な決定ができる。
ということでございます。そして最後に4点目、を触れて私の発言を終わらせていただきたいと思いますが、4点目は、先ほど少し触れさせていただきましたが、世界全体で NSC を強化する動きがある。そうすると世界のこの NSC の担当者のネットワークの間で情報を共有し重要な決定がされる。これは首脳間の交流が緊密になっているということと無関係ではございません。この首相の下で NSC 局長にあたる方あるいは補佐官が各国のカウンターパートの方々と緊密に連携することによって難しい問題が解決できるかもしれない。しかし日本にそのポストがなければこのネットワークに入ることができないわけですね。このネットワークに入れないことによって国家間で重要な情報が共有できずに、また信頼関係が意思疎通が緊密化できないとしたら、そのことが日本の安全保障を考える上で重要な欠落となるということでございます。この点からしましても、ぜひとも迅速にここにいらっしゃる先生方におかれましては、この NSC というものを設立し、首相官邸の機能を強化していただきたいと思っております。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で参考人の意見の開陳は終わりました。